ナイト弟トモキ大学兄ゲゲ弟兄シバジャパン弟くんです。いや決めないと前後決めないとミスター。最後もなんかおおみたいになってということで今回も3兄弟企画やりたいなと。よっしゃもうちょっと入ってもらっていい俺の急に入らせていただきますということで、うん、いつもですね、まあ、内藤の方で一致企画やってると思うんですけど、はい、今回はですね被っちゃいけないおー逆に一致したらダメっていう企画をやりたいなと。兄弟同士だったらもうそれも外すこともできるもんね。そう外して分かってたら、はいはいはい、で今回ですね料理にします。おいチャーハンの食材をかぶっちゃダメっていう形にした。うわーこれでもチャーハンって結構限られてくるから限られてくるんです。そこで外すのむずいっすね。そうで1人3品だから、俺らだったら3と3買ってきてチャーハンを1個作る、はい、だからまあうまくいけば6個の食材が入ったチャーハンができる。はい、はい、確かに完璧なチャーハンで大体6個ぐらいだもんね。そうですね。でチャーハンでさ必須の食材あるじゃないですか。はい、まあご飯とか、はい、これも買ってくると。ご飯もあーむずい。だからご飯がかぶったらそれは使えないっていうか、まあ、もう作れない。ここですよ。両方ビビっちゃったら両方ともご飯がない状態。ご飯がない確かに。調味料はどこまでありにしますか。調味料はまあオルタナハウスにあるものは OK、 まあ調味料として使えるものは OK にしますか。はいはい。で一致したらそのチームはもう作れません。だから食べれません、はい、みんなお腹空いてるでしょ今。腹空いてます。ちょうど昼過ぎぐらいでお腹空いてるんですけど食べれません。一致してなかったチームは食べれると。なるほどね。ただご飯がなかった時とかは全く別物の。うわでもしねどのチームもまあかぶっちゃって、はい、料理できないってなったらまあ一番そのかぶんなかったチームは作れることにしましょう。なるほど、はい、いいですね。ただそのかぶんなかったチーム一番かぶんなかったチームでもかぶった食材は抜きにして作ります。なるほど。はい、どうすかないと。いやー逆のチャーハンができるかどうかの心配してます両方とも料理上手じゃないから普通のチャーハンになるかどうかの心配です。そうそうね食材は大丈夫だと思う。あそううん結構お互い外しに行ってなんかそこでかぶっちゃうパターンがあるから。あるんだよね。内藤やるからな。内藤兄弟ってな感じだからじゃあ早速買い出し行きますか。はい、はい、もうここからはまたいつも通り、はい兄と弟分かれて了解です。スーパー買い出し行きましょう。はい、玉ねぎ。これ奥山家のチャーハンには絶対に入ってるんですけど、皆さんイメージ長ネギじゃないですか。あそうだね。いやだからねこれまでかぶんないしかつ美味しいチャーハン作れるじゃないですか。あいいね。俺これにします。豚バラ。これは兄ちゃん普段使わないんですよ。はいはい。でもあったら絶対美味しい。俺の作戦はとりあえずもうなるべく兄ちゃんのチャーハンの邪魔をしない。なるほどね。邪魔しない食材を選ぶ。はい豚バラ行かせていただきます。なるほど。さあスーパー来ましたが。来ました。どうすか内藤は。俺はですねもう本当に手に取るように分かってます弟が何をやるのかってことがなので6個全部被らない自信めっちゃある。なマジ、うんまあ、昔お父親と作ってもねチャーハン対決。あそうねやってるね。チャーハンと言ったらもう内藤。内藤いいんでしょうかな。タイガーどうすか。いや俺ももうその理由があるというか、うん、動機があるんで、うん、それがハマったらもう最高です。今まで通りに行けば優勝の可能性ある。そうなんだ。戦いの得意だ。そう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 。オックはやっぱね結構なんかガッツリしたもの来ると思うんで。そうだね。そう俺はちょっと安定した食材を買っていこうかなと。じゃベースを作るみたいな。ベースを作ろう。チャーハンのじゃちょっと買っていきましょう。はい、こんにちは。僕納豆キムチチャーハンをコンセプトに作ろうかなと思います。納豆キムチチャーハンだったら、うん、お兄ちゃんがそれを作ろうとしない限り絶対被らないと思うんで、まあ、今当たり前のこと言いましたよ納豆とキムチ。はいはいはい。と僕兄はご飯は絶対買ってないと踏んであとご飯奥の方は奥勝負に出ます。卵。うわこれ買ってないにかけたい。なんかご飯は渋谷さん、うん、卵は俺担当な気がしてる。勝負に出ないとそもそもチャーハンになんないんで。なるほどね。頑張ります。分担ですね。はい、さあ買い出し終わりました。はい、もうサクッと終わったね。早かったね。早いですね兄は。早いよね。早いんだよな兄は。ピピッとね。なんか今回いける気するな。うん、そうですね。3品全員いける気するな、うん、そうだね。トモ君とかだって多分主要商品内藤に完全任せる気そんなね匂いはしてました。そんな匂いしてるよね、うん、これもう全組料理できると思います。わ、やったね。じゃあちょっと戻りましょう。はい、楽しみ。さあということで買ってきました。よし。どうでした。これ意外と兄チーム終わった後に被、はい、んないねみたいな話になって、ね、そう今回いけちゃうね。毎回言ってるかもね毎回言ってるわ
弟チームはどう、俺なんかこんな渋谷さんの顔を思い描いて買い物したことないんです。恋してるのかって錯覚してましたこれ好きかなみたいな、恋してるチャーハン作る、いいっすね。必勝法思いついたっつってたよね。あ、それ必勝法ね、ダメでした。冷凍チャーハン買おうと思うんですけど、さすがにやめたことない企画崩壊したから冷凍チャーハン買ってんすか。YouTube 力低いっすね。じゃあチームごとにいつもみたいに発表していきます。はい、はい、で、せーので発表して、例えば俺が出したものをおっくんが次に出そうとしてたのと被ってたら、もうその時点で発表しましょうか。まあそうですよね、はい、じゃあ誰からいきますか。我々からでも。じゃあ我々からいきましょうか。よーい、はい、よーい。ちなみに志村さん、攻めので言うと、いや、俺はね、チームオルタナの中で、はい、そのやっぱ真面目なイメージあると思うんですよ。そうですね。だから、ちょっと俺は攻めてはないです。おー、なるほど。これもう予想通りよ。渋谷は王道行って、奥君が付け足しでいくって。王道と攻めは別なんですか。ベースを作るのが渋谷で、そこで足していく。うわー、なるほど。攻めの意味が違ったね。うわー、俺、奥君、大食い系 YouTuber として、まあ、自称してやってるから。なんでそんな言い方するんですか。大食い系 YouTuber でいいじゃないですか。なんか攻めてくると思ったのよ。なるほど。確かに。いや、でも僕は攻めてるっちゃ攻めてますんで、楽しみにしててください。まずピンで何何言ってるの。何言ってるの。それを今から発表しようって言ってやってるんですか。出すんですか。いきましょうか。はい、せーので。はい、せーの、玉ねぎ。おお。よかったー。よし、しかもなんか2つともさ、ちょうど必要なものっていうか、ちょうどチャーハン、はい、ですね。まあチャーハン界の2、3軍ぐらいのそうだ、ね、やつをちゃんと買えたんで、ちょうどいいところに。奥山みたいなことだ。誰がオルタナの2、3軍なんて失礼すぎるでしょ。 1.5 だよな。 1.5 かよ。じゃあこれで。いや、これいいよ。今のところはね、素晴らしい。まあでも次ぐらいがだいぶ怖いですね。次で決まりますもんね、被ってるかも被ってないかが。そんなことないですよ。そんなことないです。あ、そっか。ね、あ、騙されてる。この3人は騙されてる。そうだ、そうだ。じゃあ次は2番目に被るな、そう。2番目に被るな、そう。いきます。はい、せーの、チャーシュー。おお、大丈夫。僕はチャーシュー買ってないです。おお、あれ、やめてよ。あ、でも6個入り。あら、あら、かぶりです。しかも赤玉。あ、で、俺最後、ご飯。うわ、え、うわ、ごめんなさい。あー、そうか、ベースか。いやー、でも、惜しい。惜しいけど。あと、渋谷さん、ご飯1人前しか食べない。誰で食べる。確かに。これは確かに渋谷さんベースだったわ。いやー、でもまあ、ほんと攻めたね、お互い。攻めました。ほんとに美味しいチャーハンを作ろうと思った。そうだね。うわー、姿勢だけは食べる。急に食べる。食べることない。そうだね。惜しかった。惜しい。うわ、惜しいっすね。いや、まあ、かぶりがね、皆さんある可能性あるんで。1かぶりなんで、俺は。そう、1かぶり。はい、じゃあ、続いてどっちいきますか。さあ、兄貴兄弟、新内、新内さあ、誰が言ってるか。新内じゃない。せっかく言ったら真逆みたいなとこあるんですよ。はい、なんでもうそれを加味してやりましょうよっていう。はい、そう、いつも通りだったらかぶらないはずだから。変なことしなくてね、いつも通りで。そう、でも動画なんてね、いつものね、調子が来る可能性はありますけどね。すっごいニヤニヤしてる。何のやつ。調子悪いよ。なんかニヤニヤしてる。何のやつ。正直めちゃくちゃ自信あります、被らない。いや、もういけるよ。そして美味しいチャーハン皆さんに食わせましょう。あ、俺らでも食える。あ、振る舞えんのか。振る舞うわじゃないか。違う、自分らだけ。あ、そっか、兄ちゃんのチャーハン美味しいんで食べてほしいから。あ、なるほど。これマジで俺の説は絶対正しいんですよ。いつだって兄ちゃんがベースを作って、お前が飛び道具みたいな。はいはい、なるほど。ノージャンクでもそう、なとこあるじゃないですか。あるね、あるね。KK はあのプライドが出て、はい、自分が土台を作りたいんだっていう、そういうのもあるんですよ。時もありますからね。はい、ありますね。そうあるんか。そういうところ取り立ちしたい気持ちもありますけどね、私も。まだ早いっすか。まだ早いっすか。あー、じゃあ、まあ、今日もついていかせていただきます。そういうこと。せーの、タクラチャーシュー。いいね。いいね。
いいね。ヨッケー出た時は本当にいいんですよ。マジ調子いいんで。俺編集してる時もいいんですよ。ケー今日のヨッケー出とったよ。調子よかった。それが合図なんだ。何なのヨッケーって。オッケーとヨッシャーが混ざってヨッケーになるんですよ。そう本当になるんですよ。パクロンがあると結構なんか珍しい感じする。ちょっと攻めてる。そうなんですよ。スタンダードじゃないけどこれやったら美味しいよっていう提案。なるほどね。勝ったわ。兄ちゃんチャーハン出してきたってことは、あ、違う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 。ちょっと待って、よっけーよっけーよっけーじゃないだろ今。なんでもごまかせる。さあここで結構決まるよ。これマジ被んない、絶対被んない。はい、いきます。はい、せーの、豚丼。おー、よっけー、やばい。俺はやっぱりお肉系欲しいなと思ったんですけど、兄ちゃんいつも豚バラは頼む、兄ちゃんいつも豚バラは使ってないんで。興奮しすぎて、興奮しすぎて。あー、なんで豚バラにしてる。さあ、ただ最後がやっぱあれがあるかどうかっていうのがね。そうですね、これじゃチャーハンできないですもん。そうね、そこをどっちが言ってるのか。確かに、どっちも言ってなかったらしょうもないですからね。しょうもないね。どっちも言って可能性も多いんやるっていうね。買うってなくてももうしょうもないね。行きましょう。せーの、ご飯。ちゃんがお題を作って、そう、お前がトッピングよ。兄ちゃんのチャーハンを邪魔しちゃいけないんですよ、俺は。そうだよ、トッピングちょいちょいよ。大葉、大葉、最後上に乗せるやつよね。毎回作ってるの、それで。いや、え、でも、匂わせたことはあります。はい、大葉しやすよって。大葉しやすよって。何匂わせ。タイガさんのだけでチャーハン作れるもんな、全然。作れるね。俺だけでいけるんですよ。俺がそうなんや。ベースを作って、飛び道具、トッピング、今日だけは邪魔できない。信頼してたんだ。いや、もうしてました。これでもう確定ってことですよね。確定、これで作れます。よっしゃ、作って食べれる。作って食べれます。もしもない。じゃあ最後、人間は作るの決定か。だから一緒に作りましょう。そうだね、ここで本当の兄弟。よし、じゃあ出していきたいと思います。どうした、自信は。多分ね、TK 兄弟と同じ構成だと思ってるのが逆じゃない、構成的には。俺は逆だと思って。あれあれ、ぶつかって、めちゃくちゃぶつかってる。どうせお兄ちゃんは変化球。あれやばい、やばい。まあ確かに普通そう考えるよな。構成三品変化球です。まあ今までの傾向だったらそうだよね、内容は。動画より兄ちゃん出ちゃったわ。やばい。うわ、ボイシー出た。ボイシー、ボイシーないと。ボイシーないよ。ボイシーの方のチャーハンか。何それ。いきますか。前やってみようよ。前に出た方がいい。じゃあちょっと変わった。変わります。そうだね。じゃあどうぞ。俺らはもう合ってないから。だって僕らはすぐときました。TK 兄弟のチャーハンが結構ね、攻めてる食材だと思ったんで。なあ、言われないですけど。なんと、あれ、ボイシーならもうしてる。確かにボイシー、あれなんだ今日の俺。じゃあまず遠そうなやつからいきたいと思います。せーの、キムチ納豆。オーケー。え、ハイタッチが空を切ったんだけど。え、ちょっ、まあまあもう一個出してみて。一回出してみて。もう一個、もう一個出してみよう。出してみよう。どうだ、かぶりません。じゃあ次にちょっとね、遠いやついきますか。じゃあいきますよ、せーの、ナッツ。え、なに、これ何。チャーシュー。チャーシュー。あ、チャーシュー、やばいやばい。ごめん、まだ言ってる。ちょっと明日のボイシーを楽しみに。反省会になってます。ちょっと待って、やばいやばい。かぶって俺ご飯出しちゃってるし、もうパニックです。三つ目も出します。三つ目もこれいきます。せーの、ご飯。うわ、最悪だ。うわ、なんかさ、兄チームが傲慢じゃないですか。俺がベースだみたいな。俺とそのともくんはなんかちょっともうアンチテーゼというか、兄貴にいつまでも合わせてねえぞと。そう、俺の色出すぞと。俺らはなんかベースやっときゃいいみたいなさ。ちゃんとね。そうですよ。みんなご飯買ってるでしょ、兄貴。何やってる。普段あんなわけわかんない食材に使って料理してるじゃないですか。でもこれなかったでしょ、兄に合わせてダメやってもらう。結局もう結局弟兄に合わせる、合わせてもらうしかないね。どうよ、単身だけ二人なんか向いちゃった。しかもさ、初め
トモ君もキムチ持ってなかった。これ僕のキムチです。あ、僕のキムチでした。はい、ちょっとややこしい。こうですか。いやー、ということで、じゃあ難易度で最下位。最下位。うわー、ヤンキーダブルです。3分の2はやばいっすね。やばい。ちゃんといつもの逆になったね、ちゃんと。いやー、確かに確かに確かに。そっか。じゃあちょっと作れるのは TK 兄弟だけで。ありがとうございます。ケアで。ちょっとじゃあ作ってもらいましょう。はい、兄ちゃんのチャーハンぜひ見てください。見るだけだね。じゃあちょっと作ってもらえますか。はい。柄悪いな、この兄弟なんか。いや、確かに。チャーハン作りそうには見えないな。ケー、切ってもらおうかな。オッケー。ご飯チンします。1人前でいいんすか。1人前でいいんじゃないですか。なんでだよ。2人前作ってくれよ。お肉が2つあるんで、結構お肉たっぷり系になるかなっていう。ね、確かに。で、あと、兄ちゃんのチャーハンに必要なのが、ペーパーを使っていいんすよね。あ、どうぞ。これ、必要ですね。はい。ごま油でよろしいですか。あ、ごま油で。一気ぴったり。切っちゃった。はい。アシスタントやん。内藤兄弟どう、最近なんかあった兄弟エピソード。兄弟関係性は変わった？でもそんな変わんないよね。うん、でも人生で一番関わってる感じですか今。あ、そうだね、がっつりだね。今一番密に連絡取ってる。そうだね。どうですか、そのひろゆきさんも俺も入りたいなみたいな雰囲気。ちょっとそわそわしてる。次俺かなみたいな。ちょっと呼ばれるんじゃないかな。レワソー入りたそうにしてるよね。いやー、でもね、 SO 兄弟もどうですか、関係性とか変わった？いや、僕だからこの間しべえさんが誕生日生配信してたんで、スパチャクチャでした。うわっ、え、嘘でしょ。いや、来てないよ。言ったよ。え、嘘。業務報告っつって。あ、そうそう、番長、おい、忘れてる。ガチガチ。面白いボケをかましてたんですよ。ありがとうございます。一番やっぱり距離感あるんで、ちゃんと。そうそうそう、大人のね。大人の距離感で。大人の距離感のやり方で。TK はどうすか。なんかあったかな、最近。最近ね、すごいんで、この。はい、今オーバーを中細く切ってます。喧嘩はしない。喧嘩はしないですね。洗濯物を部屋に持っていけみたいなこと言われて、ちょ、うるせえなこいつって思ったぐらいです。それはでもどうなん、ケイ君からしたら、それをその持ってけよって思う。俺もその兄ちゃんが洗濯物持っていかんでいいし、みたいなレベルのことあるなと思ってちょっと反省しました。実は初めて言いますけど。ああ、よかったね。よかったね。なんか取り消します。取り消します。やっぱそう言われると思うやけ、いや、お前だってなんとかじゃんとかって思う。まあ確かにね、人それぞれあるね。まあ俺もそこでお前だってなんとかじゃんは言わないようにした。なるほど。例えばお前だって電気つけっぱなしにしとるだろうとか。兄ちゃん持ってくつもりないじゃん。いや、持ってくつもりはなくはないよ。持ってくタイミングは自分のタイミングでやらせろって思うだけ。なるほど。その部屋の状況とかあるじゃん。はいはいはい。ちょっと今部屋さ、冬の終わらないぞこれ。終わらないぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。これもう殴り合いになってました。コラボマジでよかった。今何を見せられてるんだろうって。兄弟だと。兄弟だね。すごいでしょ。兄弟で一緒に住んでるわけだから。そうですね。ちょっともしさ、プライベートとか一緒に住むってなったらちょっと距離を置きたくなる。想像できないですね、なんか。そう。でもちょっと話は出たのよ。一軒家借りて一緒に住むかみたいな。ただ TK 兄弟のようにずっといるってなるとどうなるか想像できない。パワプロやってくれなそうですもんね。でもこの間奥君とも話してたんですけど、兄弟2人で住むの異質がられるじゃないですか。実家と一緒なんですよね。はいはい。実家の親がいない日みたいな。ああ、そうなると普通なのか。そうなると普通じゃないですか。そうだね、そうだね。その感じなんですよね、俺的には。ないと実家だと一言も喋んないから。確かに。喋らなかったでしょ、ともくん、実家の時は。逆に喋らなくてもいいっていうのが逆に居心地としては。ああ、そうね。そう。だから住んだらそうなるかもね。あ、そうだね。そんな、そんなずっと喋ってるわけじゃないですから。全部経験やってる。準備は。最後のメインは。経験が切ってくれてますね。はい。これチャーシューと。そうですね、チャーシューは四角く切って、豚肉もあんまり大きくなりすぎるとチャーハンの中で邪魔になっちゃうんで、割とちっちゃめに切ってます。お、ついに。兄が動き出しました。いいとこだけ。そうだね。下準備だけ一番かっこいいところ。言わずもがなでね、そこがね、そこを任したよみたいな顔しとったもんね。はい。ふっくらんじゃないの、ちょっと。ケツポンじゃないよ。追い出されてるよ。弟の好感度上がるからね、これで。兄はさ、こう指示したりとかさ、なるからさ、コメントとかでも内藤ファンからトモくん推しにしますみたいな。いや、そうですよ。こっそり移動してんすから。超合ってますよね。あ、ありがとうございます。オルタナにね、柔らかい雰囲気がね、合ってるかもしれないね。隠してたんですか、内藤さん。いやー、やっぱね、ファンがごっそりこと
大移動されてるんで。どうしたともくん、そう言われて。え、なんかこんな褒めてもらえるなんて、この後なんかあんのかなって。何か不吉なことが、炎上とかがね。調子乗ったらダメだね。あ、そうです。それは言われてますね、ずっと。調子乗ったら炎上しますからね、YouTube は。そうなんです、すぐですからね。マジで気をつけた方がいいよ。マジで。弟可愛がってもらえるっていう利点あって、兄は逆にこう、しっかり者ってすごい見られますよね、やっぱ。そうね。かっこいいな、みたいなのは、兄の方が。具材から炒めます。まずはチャーシューと豚バラ。はい。いいサイズ。ありがとう。うわぁ、すげぇなぁ。見せてくるよ、まぁ。すごいなぁ、もう。まあ、いい匂いするわ、もう。うわぁ、やばい、テンション、テンション、テンション。あ、これ今俺がやっちゃって。俺今間違えちゃった。そこまでやらなきゃいけない。弟から見てやっぱ兄さ、しっかり者に周りを見るけどさ、意外に天然なとこあるでしょ。いや、そうなんですよ。この前たこ焼きやってたんですよ。たこ焼きの粉全部ビジャーってやって。うわ、そういうの動画に乗らないんだよ。乗らない。でもちょくちょくそういうとこもね、あの伊藤さんのストーリーであげるようにしてる。ああ、いいな。そういう時だけカメラ回さないと。トモ君はある内藤の。いや、だから最近で言うとあれだよね、車なくした。え？車なくした。マンションの駐車場で今日車乗ってこうと思ったら、うん、車がなくなってて違う場所の駐車場に1週間ぐらい停めちゃって。あ、忘れてたんだ、停めてたの。で、弟に取りに行ってもらってやらせてもらってます。謙虚。車忘れたらもうみんな言ってください。なんでだよ、なんでだよ。卵割って入れるけ、じゃあすぐご飯入れて。オッケー。お、さあここからスピード勝負だ。ここからスピード勝負です。一回肉系は取り出して、はい、避けて。まだじゃない。早い早い早い。さあどこだ、体力は今。はい、おい、はい、おー、いい連携、いいタイミング。よっしゃ、ご飯に卵をなじましてパラパラにしております。うわ、めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。やっぱ卵が焼けた香りっていいっすよね。いいいい。これまた2人前ってなるとね、ちょっと難しくなったりするんですよね、量が増えれば増えるほど。あー、そうか。結構料理するでしょ、DK 兄弟は。どんな食事はどんな一緒に。確かに。逆にプライベートの時は K がご飯作ってくれたりしますね。へー、すげー。何作った最近は。餃子を焼いたりとか、あと味噌汁も俺よく作るんですけど。そうだね、何人前かできちゃうんで、しょうがなく食べる。あー、冷房室は個人。めちゃめちゃ個人。唯一共有なのが、あの炊飯器で炊いたお米なんですよね。誰かがお米炊いてたらみんながうわーって群がって炊いた人が食べれたりたまにあります。群がって今肉ドッキングしました。わー、いいね。お肉の脂が入ることによってまたね、まとまり、そしてパラパラ感出ます。いいね。コメントもいいね、出ました。褒められてる今日。いいね、いい。オッケーだ。お前入れる、なんか中に入れるのと上に乗ってもいいかな。それ半分入れよう、ダブルで。早いね、早い早い。言ったっけ、今入れてって。うわ、バカか、お前は。ここは火入れすぎたら香り飛ぶじゃろ。じゃけ、上にも乗せるパターンあるけ、いいわ、いいかなと思って。よくない、たくあん先だし。内藤になっていいですか、俺。内藤、弟の弟になるけど大丈夫。友紀の弟になるけど。そうか、まあ、そうですね。もう入った人順なんで、内藤家は。トモ君はケイ君に指示とかできる。できる気しないです。ちょっとやってみる。なんか、ケイ君に。弟いないわけだもんね。あ、そうだね。人生初、お兄ちゃん。なんか、あとも兄ちゃん、腹減った。腹減ったな。なんか買ってきてよ。走りやすい。兄ってどうやんだろう。こんなこと言わんよ。調子乗ってました。やばい。わかんないでしょ。兄って難しいのよ。違う違う違う。兄も兄の苦労が。うわ、店のチャーハンだ。うわ、うまそう。いや、でもやっぱさ、渋谷がその兄弟とどう接してるっていうのが目的なんだよね。確かに、まあ普通に LINE はする。 LINE するんですか。 LINE 最近はする。父親だけはしない。父親の LINE 知らないんだよね。えしなくない、父親って。あんまめちゃめちゃしますよ。家族 LINE ありますやん。家族 LINE ない。俺だけ入ってないかもしれないけど。別で作るね。でも最近ちょっとこういう家族の話俺してるじゃん。うん、はい、それのせいか、なんかうちに来たいとか言い出して。ええー、見てんじゃないかな。
見てる見てる見てて 100% 見てます。バレるかもしれない。つい部屋だけ YouTuber だじゃない。バレてはいます。妹ともだからほんとね、俺10年ぐらい会ってないと思う。ちょっとそれドキュメンタリーで1本撮ろうぜ俺となっちゃって。確かに確かに。だからほんと LINE のそのこのアイコン見て、あ、こんな感じになってんのそれ出会い系でやることですよ妹にやることじゃないです。おいつもりかも。うわえ、あれできてる。うまそう。うまそう。すごっ。うまそう。はい、完成しました。チャーハンです。完璧。チャーハン完璧完璧ということで完成です。素晴らしい。ありがとうございます。めちゃくちゃうまそう。ありがとうございます。ちょっとこの勝者のチームだけ食えるということで、はいはい、食べていただいて、はいはい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。うまそうだな。彩りもいいね、シソが入ってね。うん、そうですね、たくあんも、うん、香りがいいっすね。店クオリティだもん。うん、いった。あ、うまい。うま、うまそう。たくあん、いいね、シソもいいね。ありがとう。誰が買ってきたんだっけ。はい。しっかりと主張してそこは。乗せ方もうまいな。誰が買ってきたんだっけ。バス。幼稚園生じゃん。子供にやるやつだよ。全部食えるタイガー。いや、無理はしない方がいいですよね。ということで、まあ全部後で食べてもらって、うん、今回は、まあ、TK 兄弟だけが、はいはい、食べれたという結果で、うん、はい、もしこういうのだったらまた違う食材とか、あー、いいね、違う料理でもやりたいなと思いますので、うん、いいねいいね、ぜひ高評価お願いします。高評価お願いします。次は当てたいね。当てたい。なんかある料理、ちょっと特殊な料理がいいね。トミヤムくんとかで。どうせ作り方知らない。何が必要か分かんない。パクチーくらいで分かるということで高評価お願いします。他の兄弟企画も見てください。いっぱいあるよ。